はい、おはようございます。キンキンあの日この日のジャパンメモリーズ渓流山祭り編の AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ今日なんですけども、昨日の動画の流れからですね、買い物にまつわるそういった動画を、ね、作ってみようと思います。よろしくお願いします。さあ今日もね、冒頭リュウさんです。これはですね、キンキンに凍った冷凍バナナを食べたね動画にくれた分で、キンキンあの日この日のジャパンメモリーズ渓流山祭り編ですよ。なんかね、センチメンタルなんですよね、リュウさん。本当にね、もうね、高低差というかね、もう横幅もすごいんですよ。本当毎日にありがとうございます。からのコメント紹介いきましょう。今日はですね、タピオンさんからですね、これ結構前にもらった分で、愛車紹介とかね、見てみたいですっていう風にね、まあ、コメントリクエストもらってました。そこへの僕の返信ですね、見せるほどの車じゃないですよと、軽自動車のタントが愛車ですと、買い替える時に今動画にして新旧で紹介してみようと思いますっていう風にね、まあ、返信したんですけども、その時がね来たんですよ。なんで今日やっていきます。でもうね、先に言っておきます、今回買った車はですね、こちらです。プリウスですね。これをね買いました。今日はね、納車日なんですよ。で、今日まで乗ってる車がこちらですね。タントの黄色いやつですね。これね、めっちゃ可愛いんですよ。結構ね、気に入ってましたけども、僕はこのタントも含めてですね、これまで3台車を買ったことがあります。新車、中古車だったんですよ、このタントが。一応ね、愛車遍歴もね、合わせて紹介していきます。写真とかね、動画ないんですけども、一番最初に買ったのがですね、結婚してからですね、27歳ぐらいかなに買ったやつで、トヨタのハリアを買いました。黒い車ですね、10万キロぐらい乗ったんですけども、2回車検通したかな、結構ね、乗り倒しましたね。で、次に買ったのが2台目のプリウスを買いました。これも黒い車でしたね。で、この当時からですね、僕は会社の営業車があって、それに乗ってました。それをですね、返却することになりまして、急遽ですね、まあ、通勤するにしても、セカンドカーが必要ってことで、このタントを買ったんですよ。80万ぐらいだったかなと思うんですけども、これがですね、そんなとこ壊れるってのが結構ありまして、まあ、ヘッドライトが切れるとか、前輪のサスペンションなんかバネみたいな部分をね変えなきゃいけないとか、今回ですね、僕車買うつもりなかったんです。一回車検通して2年後にね買い直そうと思ってましたけども、その車検の見積もりの時にドライブシャフトっていうねパーツをね変えなきゃいけないって言われたりとか、なんだかんだですね、なんか中古車メンテナンス大変だな、お金かかるなって僕はね印象イメージを持ちましたね。まあそんな感じなんですけど、この2台目のプリウスは離婚した時に前の奥さんにねあげまして、僕はこの黄色い担当をもらって今に至ってるって感じです。さあここでね、もう一方コメント紹介しておきましょう。ベイビーラ設備士さんです。超常連さんですね。このベイビーさんですね、車好きみたいで、何かのまあ日常的なこう会話コメントやり取りしてる時に、車買いましたってことで、まあ、報告してましたらですね、 L マークの車かな、これ多分ねレクサスのこと言ってると思うんですけど、楽しみしてますみたいな感じで、僕そんなね贅沢の車買いませんよっても返信返したんですけど、もう一丁ですね、話違いますが、新車はじゃあ M 車と勝手に予想してます。多分これマツダかなと思うんですけども、まあこんな風にコメントももらってましたけども、今回僕が買ったのはトヨタのプリウスを買っておりますということで、本当ね、僕ね車詳しくなくてですね、あんまり興味ないっていうか、何も知らずに今回も買ってるんですよ。買った後に聞いてね調べたんですけど、今回買ったプリウスが4代目のね後期型みたいで、前期と後期があるらしいんですよ。このタイプ買いました。この上がですね、こうなんだサンルーフとかね、ムーンルーフとかって言われる開くやつになってるやつ、これを買いました。一応プリウスの中でもね上位モデルになるみたいで、 A プレミアムっていうのを買いまして、定価も高いですね、333万1000円ですね。でここにまあグレード一覧みたいなの載ってますけども、この A プレミアムっていうのだけが電動ムーンルーフっていうのが付けれる、オプションで付けれるってやつで、にしてもちょっとね背伸びして贅沢したかなと思ってますね。これ最初にもらった見積もり金額これですよ、380万7551円なんで、高と思ってもびっくりして、こっからね、まあ、1回2回かな値引きしてもらってね、結構値段はまあ落ちましたけども、にしても高いですよね。あとはこれね、結構ねあるあるだと思うんですけど、やっぱ車検のタイミングで車屋さんがですね、まあ、営業っていうかですね、車買い替えをね進めてくるんですよ。で僕もですね、まあ、今回そういった提案もらいまして、何も僕ね悩まずあんま考えないんで、24時間以内にはですね、もうよし買い替えようって決めてね、ハンコをして契約してましたね。プリウスにした理由はですね、まあ、2台目のプリウス乗ってる時、持ってる時にやっぱこう維持費がね安いんですよね。ガソリン代が本当にねこうね収まるっていうか、
あとはトヨタでしか買ったことないですけど、新車をね過去2回ですね、ハリアプリウスって買ってまして、メンテナンス等もしっかりしてるし、あの故障とかもねしなかったんで、まあ、ものすごい僕はねいいイメージ持ってて、もし次買い替えるんだったらプリウスにしようと、で上がね開くやつにしようかなーってね、ぼんやり漠然とま考えてたんで、今回ね悩まず即決でね買いましたと。さあということで、今からですね納車なんですよ、ちょっと着替えてね行ってまいりたいと思います。さあやってきました、トヨペットさんですね。今回ですね、まあ、せっかくこう YouTube 動画回すってことで、僕の YouTube チャンネル名でね納車の時のこの看板みたいなのを、ね、用意してもらいました。